どうも、米付きバッタです。人権のグレースイなんとかが実装されましたね。皆さんは引かれましたか？私は250連して、ヨアにすり抜け値でしたが、何か問題でも、まあ、ヨアの方で遊べればいいかな。さてさて、今回はカツオさんと4度目の対戦です。よろしくお願いします。今回も、今ランモバ界で流行りのダブル最高峰で戦っていきます。カツオさんはクレーシールの練習ですね。もう今のランモバは強キャラ揃いなので、ゼルダや銀とか普通にピックされちゃいますよね。足長い、最高度、ターフなど当たり前の世界、怖いわ。カツオさんもギアがいるので、最高度を警戒しなきゃですね。風。ノーランを踏みにじる者は、必ず撃つ。ステチェック。最高度されたら突っ込まれてゼルダが飛んできて終わりですね。牽制としてポリアルに最高度を切っておく。やはりプレーシールにサイドダブル動きましたね。そしてこれはもう足止めしないと終わりなので行きます。本当はクレンのところで範囲を打ち込みたかったけど、カツオさんはそれを読んで一歩前のちょうど射程を割りで待機。耐えてくれ耐えてくれ耐えてくれ。まあ無理か。後ろコマでは周囲2マスに部隊が一体いるごとに攻撃力と防御力プラス、この状況だとタレント効果も活かせてないもんね。まあ、しゃあない。追撃でヒミタに最高度を切っていく。この色の出現させる位置の法則がまだ分かってないからな。甘く見ないでしか。とりあえずこれで5体は巻き込んで覚醒を当てれる。ファーナの王者はヒミコに欲しかったな。さすがにワンパンは厳しいよな。全艦進軍。さっきのゼルダの攻撃を耐えていたら、今こそ進軍の時。今こそ進軍の時。どれあや。あかんわ。攻撃バフもなかったしな。位置入れ替えしてヒミコが下がっても、ゆっくりの射程が届くように調整するカツオさん。HP やバフがなくても落ちちゃうのか、ピエン。終わった。一気に行きますよ。ワンチャンファーナの範囲攻撃で。と思ったら、スキル忘れてた、笑い。ま、ゼルダに下がれて終わりだけどさ。運命をたどる。ですよね。あ、甘く見ないでしか。これが私の信じる心です。赤矢の全力を食らえしか。そんな。達夫さんとは、これで4戦して1勝3敗。また対戦よろしくお願いします。